餌も買ったぜ。はい、レッサーパンダですね。レッサーパンダです。レッサーパンダ。先生呼んできましたからね。任せてください。この前釣れんかったからリベンジだな、もうな。リベンジしていきましょう。今日はな、ちなみにどこに行く？ああ、どこ行きますか。ちょ、北部がいいと思うよ。北部。北部、道なりに行きますか。うん、道なりに行ってみよう。北部って言ったらね、今こっちは沖縄市中部なんでね、恩納村っていうところから通って最終的には辺戸岬だ。そうっすね、うん、道なりに行ったらここに戻ってきますからね。一周しますか。ここに戻ってきた時には魚だらけだろうな、もうな。大変だよ、これ見て先生、ほらほら、家でセット。一週間もそうですね。釣り竿ライトとかも家でセットのフルオンパレードだこれな。ということで、じゃあ今からバシッと釣りしに行こう。大物スーパーファイヤー。はい、まだつかないの？まだつきませんね。お前さ、何時か今？もう10時になってますよ。何時に出たと思ったの？7時ぐらいじゃなかった？7時出て10時、3時間だよお前。ここはどこかね、ここは。これはヘントナですね。ヘントナ。もう山奥に来てますね、皆さんね。ちょっと飛ばしすぎだね、もうちょっとスピード、はいはい、慌てるな、慌てるな。あ、魚に会いたい、魚に会いたいわ。待ってる、魚。魚待ってますね。やばいだろ、爆鳥だな、これな。爆鳥っすね。約3時間、まあ、買い物とかも含めなんですけどね、バシッとだな、もうな。じゃあちょっと皆さんポイントでまた教えますからね、ポイントをね、ビシッ、はい、3時間45分かけてポイントに到着ですかね。難関が来ましたね。え、難関が来ましたけど、これやばいだろお前さ、これ入っていくの。はい、どうします、こっちへ止めて。へえ、あれ右、あれ左側、あれだよ、これ、れこれ2V やんの、 2V。 根元、ごついのがあったよ左、お前。これも左側ごついのあるからよ、気をつけてよ。はい、こっち海か。海。ポイントついたけど、お前見てごらん、この暗闇、もっと崖になるんだろ。はい、これでいけるか。いけないこれでいけないよな。そうっすね、ちょっと着替えるかな。今からね、すごい崖とか降りていく、降りていって海があるんでしょ。はい、よしよし、じゃあちょっと着替えるよ。はい、行くぜ。はい。どんなね。ガマカッター。ガマカッターですよ、皆さん。このぐらいの格好じゃないといけないだろ、こっちな。いや、よし。怖いけど、イノシシとかも出るのか。出ますね。やばいだろ、これ。戦えよ、出たら。いや、戦ってください。万味化して殺す。はい。万味化しましょう。いいか。まあまあ、とりあえず、今何時ね、もう。11時過ぎ。11時過ぎ。はい。結局、1時間ちょっとぐらい準備してますね。よし、じゃあ今から重い荷物たっぷりありますからね、これ持ってバシッと行きましょう。大量だねこれね。一回でできるかな。一回で行きますか。一回できる。ちょっと一回持ってもらっていいですか。持ってないよね、一瞬だけ、背負うまで。やばいやろこれ。いいか。はい、せーの、はい、魚のためなの。きじみよ。せーの、いいよ。これこのぐらいって普通なんですか。普通ですね。普通、うん、控えめですねこれ。控えめ。やばいね。終わりかも。あ、終わりかも。お前も帰りたいんだろ今。はい、え、また落ちちゃった、落ちちゃった、落ちちゃった。またいいよいいよ。あれあれ、いやクーラーボックス、あがあがが、
すが。待って待って、ちょっと動くなよ今。待てよ。オッケーオッケー。やばいな。これってか崖だろこれ右。崖。早く行ってもらっていいですかね。すいません。ゆっくり行こうゆっくり。あ、やばい本当に足がプルミ化してきてるなこれ。撮影機材とかも入ってるんでね、余計なものいっぱい持ってきすぎて。ゴーヤーゴーヤーとかね。最終段階でございます。あー小さみよ。これやばいだろこれ。はい、いいよ。あげちゃうよ。はい。いいか。いいですよ。はい。あきすぎ。はい。はい。乾杯。着いたぜ。やばかっただろや。でどうや。いやまあちょっと借りつけよう。借りつけましょう。いやさ、この海で飲む酒だよなこれな。うん。あきすぎよ。うん、うまい最高。3年ぶりにこんなに汗かいたぜ。ヘルニア大丈夫ですか。やばい、この岩場とかのカクンとかなった時にあの予想もしない衝撃で頸椎だよ、頸椎頸椎冷やがって持っていかれたお前さ。いや、あの穴にのぐそしたら吹き出すな。吹き出すよ、ね、あれでこっちあの潮が吹き出てるから数フチ、ね、塩が吹くって書いて数フチだからな。はあ、とりあえず夜のうちはね、打ち込み釣りしかぶっこんでいくか、ぶっこんで三本出し、三本出しでいく、マフラー三本出しで。よし、じゃあ準備する。準備しましょう。はい、それではね、今からこれを打ち込み仕掛けはね、このピトン竿を置くやつですね、これをつけていきましょうね。これね、バシーやって、あっさね、これをね、この上だな。藤井さん、これ角度は何度がいいとかあるんですか。だいたい、そうだね、45度ぐらいかな。45度ぐらい、うん、こんな感じで竿が来るからね。こんな感じで電話も来るから、竿が来て電話も来るからね。はいはい、仕掛けも今作りましたね。ガマカツタケシだねこれ、竿はね。ガマカツタケシの竿でね、もうねバシッと作りましたんでね、こういう感じで角度がはまるわけですよね。はい、上からね、この道糸からこんな感じでね、こうつけて、重りをつけて、これは捨て糸ね、これはちょっと細い糸を使って切れやすいように根掛かりしてもね、でこんな感じでブーンってきて針があります。こんなシンプルですね、仕掛けは。よし、ここに餌をつけていきましょう。ほらほら見て、もうそのまま食べた方がいいんだよこれな。これをまず食べたいところなんですが、魚にまず食べらしましょうね。頭にぶっ刺して貫通させて、急所だね、空間のところから通しましょうね、これね、空間のところを通して、こんな感じですね。美味しそうでしょ。バレないだろこれ。バレ
られないっすね。魚にバレないよこれね。このひだひだから食べていって本体丸飲みですね。これをうえいい匂いだ。シガヤダコね、シガヤダコ。よし、それでは第一歩いきますね。足場を固めて、足がねこのゆらゆらしないような角度でバシッと決めていくよ。で、メインソーレーガあ、いいね、今着いたよ。メンソーちゃんや、これや。あ、いいね、いいね。そう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 、結構深いね、ここね。ね、ずっと押してるよ、これ。あ、今あ、結構深い深い。いいね、今着いた。で、このドラッグ調整もしっかりやっとかんといけないよね。で、地面についたら糸を緩ますことなくテンションかける。あ、いいね。で、これですね。鈴をね、皆さん、この鈴後で引いた時に分かるようにつけてみましょう。こんな感じね、音鳴るんで。よっしゃ、釣れたな、これな。釣れましたね。間違いないだろ。よっしゃ、あ、なってるよ、あれか。投げた後はうがみとかあるんですかね。まだ早い、ま、だもうちょっと。結構深いな、ここ。あとはもうこの竿がね、バシーッと。あ、なんかなってない？甘いか。バシーッとなるのを待つだけですね、皆さんね。ドラゴはちょっと、まあ、あるか。バカだね、お前。まあ、あと1本隣でも投げますからね。 OK。 あとはビールゴアでも飲みながら待ってみますか。はい、ね、待ちましょう。よし、おれれれ。あははは、これだけ、これ食ってないか。揃ってましたね、今ね。うさがみそーれー、バシッバシッといけ。め、撮影してんだよ、め。ビシッビシキビッパン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 。たまんがよ、来てる来てる。来てますか。パン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 。で、わかる？わかる？竿先バッチミック。うっ、まただよ、まだこれね。ちょっと元を、元をね、ドラグを締めてね、引いてますね。いや、おい、あれで、立ってるよな。そうですね、うん、刻んでますね。見てるような感じするな、これ。メンソーちゃんだ。あしゃり。あしゃり。パンちゃんヒット、パンちゃんヒット。おー、丸赤くだよ。